栃木市図書館は、栃木県栃木市にある6つの公立図書館の総称である。指定管理者制度を導入し、2019年4月より、山本雄造記念会イコールビアックス共同事業体が全館の運営を行っている。2010年3月29日、栃木市、下津賀郡太平町、藤岡町、津賀町が合併して、新、栃木市が発足し、 これらの市長が設置していた図書館を引き継いで、栃木市図書館が開館した。各館は合併前の運営指針に基づいた運営をしていたため、蔵書検索システムや貸出冊数は不統一のままであった。2012年12月に5カ年計画の栃木市図書館計画を策定し、図書館サービスの統一を掲げた。そして2014年4月5日に、 岩船町と合併したのを機に、開館時間の統一など、サービス水準を揃え、同年度より岩船間以外の全館を同じ指定管理者のもとで管理運営する体制に移行した。岩船間は2016年度より指定管理者に移行した。2018年度までは山本雄造記念会図書館流通センター共同事業体が指定管理者であったが、 2019年度から山本、雄造記念会イコールビアックス共同事業体に交代した。前身となる、栃木市図書館は1958年に開館し、建物は1986年に建設された。2009年4月時点では、山本雄造記念会、大新東ヒューマンサービス、木の国や書店共同事業体が、管理、運営していた。 2010年3月29日の下津賀郡、太平町、藤岡町、津賀町との合併に伴い、栃木市図書館から解消された。栃木図書館は、栃木市栃木地域の住民向けの地域図書館としての、機能と栃木市図書館全体の経理を担当し、移動図書館や図書館間相互貸借などの拠点となる、中央図書館としての機能を合わせ持つ。 栃木市ゆかりの山本雄造や陽子や信子に関する資料と蔵に関する資料に特色がある。1968年に太平町立図書館として開館し、建物は1985年に建設された。2007年より指定管理者制度を導入しており、2009年時点では図書館流通センターが管理、運営していた。市長各資料の保有数が、 市内最多で展示図書の作成など、市の障害者サービスの中心を担う図書館と位置づけられている。前身の藤岡町立図書館は1981年として開館した。児童向けサービスを重視し、漫画と音楽 CD の所蔵が多い。前身となる通賀町立図書館は1987年に開館した。施設は歴史民族資料館との併設である。 公民館図書室として1974年に開館した。栃木市西方公民館の1階の1フロアを曲がりする形で2012年4月1日に栃木市図書館西方文館として開館。その後、岩船町との合併を受け2015年3月1日より栃木市図書館西方館に改称した。公民館図書室として1969年に開館した。 はねてより、岩船町中央公民館の中1階の1フロアに存在したが、栃木市と岩船町の合併に伴って2015年10月1日、栃木市図書館岩船館に改名した。ありがとうございます。